ペンテコステ派の夫婦が養子縁組し宣教師にするつもりでランカシャーのアクリントンで育てた。ウィンターソンは16歳でレズビアンの関係を持ち家を出たと言っている。オックスフォード大学選とキャサリンズカレッジで英文学を学んだ。ロンドンに移って24歳で諸女作「オレンジだけが果物じゃない」を出版。 この作品は1985年にコスタ賞の処女作部門賞を受賞し、1990年にはウィンターソン自身の脚本でテレビシリーズ化され、それもまた英国アカデミー賞最優秀ドラマ賞を受賞した。1987年にはナポレオン時代のヨーロッパを舞台にしたベネツィア原始業でジョン・レウェリン・ライズ賞を受賞した。 それ以降のウィンターソンの小説は、フィジカリティとイマジネーション、ジェンダーの両極性、性的アイデンティティの境界に踏み込み、いくつかの文学賞を受賞した。その中で、パワーブックは2002年に舞台化され、英国国立劇場で上演された。ウィンターソンは、東ロンドンのスピタルフィールズの廃屋になっていたテラスハウスを購入し、 パイドアテール及び一階を有機農産物の店、ベルデースに改造し、自身もそこに住んでいる。2006年には、大英帝国区議のオフィサーを除勲した。2000年まで12年間にわたって、BBC ラジオのアナウンサー、ペギー・レイノルズが、ウィンターソンのパートナーだった。ガールフレインドには他に、ウィンターソンの著作権代理人でもあり、 ブッカー賞作家ジュリアン・バーンズの妻のパッドカバナーがいた。ありがとうございます。